ドジャース大谷翔平30の好調の裏でカブス鈴木誠也29とレッドソックス吉田正尚30が窮地に立たされているそもそも日本人選手に対するメジャーの評価は投手に比べて野手は低いカブス入団2年目の昨年138試合に出場して打率点285 20本塁打74打点の成績を残した鈴木を除けば、メジャーの日本人の手で100試合以上に出場し、打率3割、あるいは20本塁打以上をマークしたのは、2010年の松井秀喜、エンゼルスイコール21本塁打、イチロー、マリナーズイコール315まで遡らなければならない。その間 松井和夫や井口忠仁ら12人の日本人の手がメジャー挑戦したものの、特筆に値する成績は残せず、米球界では、日本人を取るなら投手という評価が定着した。それを覆したのが大谷で、その恩恵を受けて鈴木と吉田が破格の契約を結んだものの、その2人によって、大谷バブルは弾けてしまった。 早ければ今オフにもポスティングによるメジャー挑戦を希望しているとされる巨人の岡本和真28とヤクルトの村上宗隆24には強い逆風が吹くことになる特におととしの三冠王を獲得でメジャー球団に名前を売った村上に関してはメジャーのスカウトの間でも非常にシビアな見方が多い今季本塁打こそ15本でリーグトップとはいいえ 昨年も今年も256、237と打率が低調で、得点圏打率も3割を切っている。一塁と三塁しか守れないポジションも問題視され、しかも昨季は22失策、リーグワースト、今季も8失策と守備力が大きなマイナスとなります。岡本は村上に比べてまだ守れるものの、コーナーインフィールダー、一塁手と三塁手は高い打撃力が求められる上。 毎年多くの選手が FA 市場に出るポジションです。マリナーズ、D バックス、エンゼルスなど三塁手を固定できていないチームは複数あるものの、日本人野手の評価が落ちている中で、村上と岡本の獲得に名乗りを上げる球団はかなり限られると思う。筒香義も、現 d n a が最初にレイズと契約した2年1200万ドル、約13億2000万円。 前室の友成氏、今オフ、村上と岡本が海を渡るとすれば、球団にポスティングの了承を得なければならない。5年100億円超の契約ならいざ知らず、その程度の金額でヤクルトと巨人が主砲の流出を容認するかどうか。